来季の米女子ツアー本格参戦の準備が着々と進む中、拠点を米国に移す計画さえ聞こえ始めている。米ツアーのルール変更は大きい。最近の支部の雛子は日本女子プロゴルフ協会、ジェルピーガや一部報道に対し、不信感を募らせていたので、もし東京五輪の代表から漏れるような状況になれば、 さっさと拠点を米国に移し、そこから日本参戦という事態も考えられる民放局ゴルフ担当記者今回の長期遠征では、ジェルピーガのルールがネックの一つだったそうで、渋野ひな子はルーキーイヤーだった19年5月、国内メジャーワールドレディスサロンパスカップを制しそこからシンデレラストーリーが始まった。 まさに思い出の大会ですが、ディフェンディングチャンピオンには大会出場の義務があり、欠場すれば100万円の罰金というツアー規定がある。グローバルな時代に逆行するかのようなルールで、世界を見ても日本の女子ツアーだけ、罰金と言われれば、誰でも後味が悪い、スポーツ史デスクさらに、渋野雛子のイライラはもはや限度を超えつつあった。 今季、開幕からベスト10入りがないまま迎えた4戦目、アクサレディス、3月26日から28日では、会見を拒否。第2ラウンドの17、18番で、プロになって、初めての連続ダブルボギーを叩き、32位まで交代。バックナインの渋子と称されるほど勝負強いだけに、 ショックは隠せませんでした。民放局ゴルフ担当記者最終日は、維持の69で回り、通算4アンダーの15位と、かろうじて9大店にとどまった。この時ばかりは、渡米前の会見に応じているが、印象的だったのは、米国で楽しみにしていることを聞かれた時です。真っ先に飛び出したのが、料理のことでした。 昨年から急速に腕を上げていて、麻婆豆腐などの中華料理を自慢メニューに加え、難しい料理にも挑戦してみたいと笑っていた。向こうのホテルはキッチン付きの部屋が主流だし、日本食スーパーも多い。誰も、あえて恋人の野沢アナの名前を出しませんでしたが、彼に手料理を振る舞ってあげたいはず。所属事務所の先輩の子が美穂は、 数々の浮き名を流し、その口癖が男は胃袋を掴んじゃえ。ですからね。彼との密会も長期遠征の理由の一つだと思いますよ。民放局ゴルフ担当記者ますます早々に米国に拠点を築きそうな気配なのだ。プライベートでは順調が伝えられる支部の日向子だが、肝心のゴルフに至っては未だ制裁を欠いたままだ。 支部のひな子には現在、特定のコーチがいません。開幕戦で自分で考えてやっていきたいと思い、卒業しましたと、全英女子オープンを優勝に導いてくれた恩師の青木小コーチとの指定関係を解消。なぜ一人になることを選んだのか、の理由は明かしていませんが、心配です。キャディも交代しましたし、正直、 暗中模索の状態が続いています。スポーツ紙デスク、青木コーチといえば、常に中期、長期で教え子の成長戦略を立てて見守る理論派として知られ、昨年もチーム渋子を結成し、バックアップしていた、ゴルフジャーナリストの宮崎光一氏も不安視する、青木コーチの下を離れたこともマイナスだし、一人で、 戦うことにも不安を覚えますね。チームタイガーの話や、昨年9月に全米オープンを制したブライソン・デシャンボーの名前を挙げるまでもなく、コーチをはじめ、キャディ、フィジカルやメンタル担当のトレーナー、栄養士など、現在のメジャー制覇は総力戦、テニス界の大阪直美が優勝後に多くのスタッフに感謝を伝えていたように、 チームのバックアップは欠かせないものです早期のチーム渋子の再結成が待たれるところだが、それ以上にゴルフ関係者をハラハラさせているのが、フォームの改造だ。クラブのトップの位置が極端に浅く、フラットになり、素人目にもすぐわかるほど、ここで急接近中なのが石川遼だと言うから、驚くほかない。のひな子は、遼君からの助言で、 打球がまっすぐに飛ぶようにクラブを寝かせるシャローイングに取り組んでいます。安定感と再現性を高めるのが狙いですが、多くのプロコーチから、米国の竹の長めの芝ではヘッドが触れて影響を受けやすいと指摘されている。ところが本人は全く不安はないですし、周りにどう言われようが、私には関係ない。いろんな意見があると思うけど、 私は決めたことを最後までやりきると、あくまで堅くななのです。ジェルピーが関係者、国内4戦では高結果に結びつかず、未完成のままでの米国遠征となるが、これには宮崎氏も首をかしげるばかり。私は快悪だと思います。石川と渋野ひな子は昨年7月、チャリティーマッチで共演地域統合していたが、 その時の対談が気になる。ゴルフは仕事か、趣味かで、渋野ひな子は仕事、石川は趣味と答えた。となると、石川は趣味の域で渋野ひな子に助言していることになる。自分のゴルフ理論を渋野ひな子で試されてはたまらない話ですよ。タイガーウッズのブッチハーモン元コーチのギャラは当時、 100万ドルとも言われましたが、プロコーチとはそういうもの。日本の宝である、渋野日な子が潰れるようなことにならないといいのですが三人の男の挙手に翻弄される。渋子の前途が危ぶまれる。週刊朝日芸能4月15日号より。次のオーディオビデオでお会いしましょう。